はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら。バラーン。スルタイコントロールになります。はい、居住の巣を採用した形ですね。最近、まあ、ちょこちょこ見るようになった。あんまり居住の巣は見ないのか。ですね。ディミニアコントロールの重い枠を結構使いやすくするために居住の巣を入れた形になってます。はい。ディミアローグって結局、ディミアローグじゃないわ。ディミアコントロールって結局、ディミアローグ結構苦手だったんですけど、はい。そこを解消するために、まあ、脱出して強いポルクラノスだったりとか、墓地の枚数を好きなだけ変動できる居住の巣入れた感じになってます。はい。そして、まあ、緑入れたことの利点の一つがこれですね。バーラギドの復活。まあ、墓地から好きなパーマネントカードだわ。カード回収できるということって、まあ、この辺のアショクだったりとか、なんなら、ハイマーリ優しさかもね、持ってこれるということって、まあ、なかなかに強いんじゃないかな、ということで。はい。そして、居住の巣、墓地増やすっていうのが必要になってくるんですけど、墓地の増やし方は、意味の渇望、啓示の雨、それと居住の巣の、毎ターンのアップキープのやつと、それと除去ですね。除去とカウンターで墓地を壊すっていう構築になってます。はい。ディミアローグ相手だと勝手に壊してくれるのは別に大丈夫なんですけど、まあ、グルールとかね、その辺に対しては、除去の枚数とかで何とかしていく感じになってます。はい。で、まあ、今の環境ね、ちょっとアグロ系統が多いというか、コスト3以下のカードめちゃくちゃ多いんですね。白タウンロだったりとか、その他もろもろ結構、まあ、コスト3以下で強いカードがめちゃくちゃに多い、ディミアローグ。まあ、特に、ルールスカが入ったタイプは、まあ、3以下のカードしかいないので、影の氷結の刺さりがとてもいいんですね。はい。それと、攻撃というか、まあ、ディミアローグに限った話じゃないんですけど、コントロールか。ディミアコントロールとかに限った話じゃないんですけど、ハイマイルは刺しが苦手なんですよ。はい。なので、そこの解消のために、取り除きの枚数をちょっと2枚にしてあります。本当は無常な行動3取り除き1とかの方がいいんですけど、今の環境、コスト3以下で強いカードめちゃくちゃ多いんですね。スカイクリーブの亡霊、高機王の野心家、恋煩いの野獣とかね、3以下で結構強いやつが多くて、しかもね、プラス1カウンター乗ることが結構多いということで、取り除きの枚数増やしてあります。これ多分3枚とか4枚にしてもいいと思います。除去の枚数増やしたい場合は多分ここですね。無常な行動よりも多分今は取り除き優先かなと思います。はい。そして、まあ、居住の際ね、結構マナをごまかすことができるということで、願いの部屋4等してあります。はい。まあ、このね、少女からの方は、居住の巣があるときは1マナなので、まあ、そこから好きなカード持っていきましょう。はい。で、まあ、好きなカードをね、持ってくるっていう点においておいて、まあ、サイドボード、私が必須だと思う枠が、まあ、影の氷結1枚プラス、バーラゲドの復活、司法書、マジストオメガネ、しおれ、トーモトの墓所、否認だけですね。残りは割と好きな枠かなと思います。私はフィニッシュ枠のアショクとガラグ。それと、まあ、相手のテンポいくらでも阻害できて、見せるだけでめちゃくちゃに強い崇高な典型入れてあります。はい。まあ、この辺はお好みかなと思います。エレボスの回にはね、墓地メタとライフゲインの方で入れてあるんですけど、居住の巣との相性は悪いので、そこだけ注意しておきましょう。はい。というわけで、いや、昨日は0歳児になりましたけどね、急に成人式ですわ。はい。急に成人式が起こって、こんな頭をめちゃくちゃに使う気になりました、ということで。まあ、今回はね、結構ギリギリっていうか、まあ、スルタイコントロールとか、コントロールって基本的にライフギリギリになることが多いんですけど、まあ、ギリギリの試合も結構あるので、見ていただけたらなと思います。はい。というわけで、対戦の方へ、どうぞー。はい。対戦よろしくお願いします。まあ、キープいいかな。そうですね。キープしましょうか。バーラゲドから埋めていきましょう。次は小道青かな。そうですね。白タンのアグロ。まあ、絶滅の契機があるんで、多分、先行なんで間に合いますね。これ、救助犬なら OK です。高機王の野心家だとちょっと面倒したかったですね。野心家じゃないなら多分大丈夫ですね。海の神のお告げ。状況か土地かな。そうですね。
景気、2枚目あると結構楽になりそうなんで、2枚目は持っときましょうか。論争。アンタッピンの土地あるなら論争で全然良かったんですけども。まあ、ないならないで。いいでしょう。エリオッツ。カウンターしたかったですね。友情剣は殴らない。なるほど。相手もこれ、こっちの手札に絶滅のケーキあること自体は多分分かってるので、先ケーキ打つか次の相手の、多分天使なんですよね。天使だけ取っとくかっていうのが。サメ台風最終的には欲しいですけど、今はいらないと思う。いや、でも、崇高な天気あるなら持ってていいんですよね。まあでも、6マナまでは貯めたいので、土地ですかね、最初は。アーショク、強い。ここ3点受けますけど、一旦論争構えます。スカイクレイブの亡霊とかが出てくれると、結構、まあ、綺麗に流してあげれるので、打点か計算しろ。1,2,3,4,5,6,7,8、3点アップ ?11 点。大丈夫ですね。通しましょう。はい。ただ、面倒なのがあいつですか。1マナの、なんだっけ、天使出すやつ。名前忘れましたね。はい。あいつだけはちょっとめんどくさいかなと思います。まあ言うてめんどくさい程度なので、アショクとかでもなんとかなりますからね。いや、ミスった。ヘリオット逃げられましたね、俺。リンデン止めとく。あ、そうです。止めとくべきでしたね。はい。まあ、崇高な典型打てるんで、なんとかなりそうな予感はしますけど。寄せ地起動。サメ台風をサイクリングするか、アショクを置くかですか。次のターン2-2? 要求値は高いけど、一応ヘリオットでぶん殴られると死ぬんですよね。スカイクレームの亡霊とダクソスか。それならアショク安牌かな。そうですね。多分アショクが安牌な気がしますね。エンド。私がもう一回殴ってきても大丈夫です。ガラスの棺とか持ってるのかな。ガラスの棺より今嫌なのは払拭の光ですかね。いや、でも出るなら、矢先が出ないんで、次のターン、崇高なる天境が打てますか。そうですね。ただ、矢先殴ってきましたね。はい。まあ、ブロック。ちょっと新人系のカードが結構してくれた。これはありがたい。痩せ地殴ってくる。緑はいらないか。そうですね、いらないですね。いや、黒かな。おっと、鳥の先が引けてしまった。それならちょっと余裕できた。
そうですね。余裕できたんでサメ台風起きます。痩せちゃうもう怖くないですね。いや、アルセイドはちょっと怖いのか。これ大変で投了と。やった、ゲーム大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ欲しいカードは揃ってそうなんでキープですかね。ちょっと重いハンドではありますけど、ジュワーと論争で、まあ相手の3ターン目以降の動きは一応止めれるので、沈殿もあるし、ハグラの神殺しもあるんでね、一旦巨獣の巣を置ければその後結構有利に進めれるかなと思います。グルーラグルとかが相手だとちょっと厳しいんですけどね。あ、でも3ターン目の動きだとギリギリ間に合うかな。山火事の精霊置かれなければ多分大丈夫ですね。あとはどこかでドロソが欲しいかな。そうですね。赤だと厳しいのでは。神殿はちょっと遅いですね。勇者、まあ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 、まあ、ここ多分一番嫌だったのが義賊でしたね。それは止めます。居住の巣まではストレートで、おっと意味の数も偉い。このターンエンバレスの冒険が飛んでくるターンではありますね。あと使わないらしいな。ってことはナックスかな。意味の活動を打ちます。ちょっと土地引きすぎですね。いや、欺瞞欺瞞だな。取り除き、巨獣の巣は次のターン出します。もう多分、骸骨の巨人顔にぶっ刺してくる気がしますね。どうしようかな。止めとくのもありなんですけど。エンバレスの冒険は。いや、いった。通しましょう。2点ならまだ許容範囲内だと思います。もらう前にハグラの神殺しを打ってあげるのがまあいいかな。そうですね、そこにいる勇者落としときましょうか。止まんなかったってことはあれですね。止まんなかったってことはインスタントのカードはないんで、骸骨の巨人はないですね。じゃあロジューノスを置きましょう。これ論争構われてるんで、全然大丈夫ですね。相手も土地の枚数以外全然足りてないので、ここは論争構えでいいと思います。次のターンは容疑を回収しておきましょうか。何もなければですけどね。あ、ダメですね、そんな。そんな許されませんよ、そんなもん。危なすぎる。ブツでいい？ああ、なるほど。一枚一枚あるんですね。変なタイミング。いやー、私もこれ絶対ね、知ってなかったらケアできませんよ、こんな。ポルカラ。出しましょうか。そうですね。結構、墓地に余裕あるんで。ポルカラ出してあげるのが丸いかな。これ書いてるの2マナですから、ね、2マナ66強すぎますね。まあ多分脱出はできないんですけどね。
アイフェニはあと1枚いりますかね。うん。まあ、ポルクラがね、バトルする可能性もあるんで。このトーブランは、ダメかな。こっちの枚数的にこれ以上はあんま使いたくないですけども。刃殴ってくるかな。いや、いいや。そうですね。ポルクラ墓地に行く分には全く問題ないかなと思います。刃も殴ってきたらブロックですね。これ墓地。ジュワート。とりあえずヨリオン回収しときましょうか。打点的に殴っちゃった方が早い。あ、そうかな、そうですね。取り除きも論争もあるんで。片方打ったらもう片方打てるもんね。いや、両方とも打てるか。そうですね。3マナあるんで。両方とも打てますね。さあ、いくつは消しときましょう。相手としてもそうそう、リソースは多分切れてきた頃ですね。アイフェニは出せないので、それは別にいいですね。あー、これ持っときましょうか。出します。どうせアイフェニから出てくるのが、アイフェニなので。これはとっととハードキャストですね。取り除き構えた方が強いね。そうですね。エンドか。取り除き、今思えば構えてないな。まあいいですか。この廃品には別に怖くないので。最後の、どっちかな。最後の一枚は多分エンバレスの宝剣なんですよね。目の先で落としてあげるのが悪いかな。1,2,3,4,5,6。オルクラはまず殴りますか。ちょっと墓地増やしたいですね。エンド。何もせずに殴ってきそうなら、エンバレスの宝剣ですね。これはまあ、いっか。骸骨出ますかね。いや、違うな。これ、ハイビン出てくるな。いや、これ、それならジュワートが綺麗に刺りますね。墓地落としたかったんだね、これ。あー、墓地。これ、巨人の巣も、あ、強っ。いやー、この崇高な典型はちょっとダメですね。よくない崇高な典型ですね。色的に出ないから、まあ、殴るだけ殴ろうか。巨獣の巣、まあ、余裕があればもう一枚置いといて、墓地の枚数増やしてあげたいところかなとは思いますけど。もう打っちゃっていいよね。そうですね。バウンスは、なし。はい。66のサメが出てくるのが、いいで多分一番嫌なので。あー、全部強い。相手としては、こう、壁出さないと負けなのでね。で、壁になってなくないか？あ、これも欲しい。じゃあ、全員殴って、勝ちですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか？まあ、巨獣の巣からね、
冷めたい風を出すという動きはめちゃくちゃ強いですね。それと、今の白弾なんですけど、状況が基本的にスカイグリームの亡霊です。まあ、払拭の光が入ってるパターンも結構あるんですが、一旦、影の氷結は絶滅の経験流してあげると、2ターン分猶予があります。はい、速攻いないんでね。なので、そのタイミングで冷めたい風だったりとか、亜食とか置いてあげると、相手は、まあ、すんごい嫌な顔するんですね。はい。なので、この辺はね、しっかり、タイミング見計らってやりましょう。それと、まあ、序盤でちょっとしたテンポロス、まあ、巨獣の巣、フルタップで置いた後、でも、通行な天気があまりにも強すぎて、なんとかなったりするんで、はい。その辺、まあ、気をつけろとは言わないですね。はい。通過は典型なんてね、撃たれたらほぼ負けみたいなもんなんで。うん。テンポ的にはエクストラターン2ターン取ってるのとそんな変わんないぐらいのテンポを持ってる、やべえカードなので。はい。なので、まあこのカード使うタイミングしっかり、吟味しましょう。はい。それと、ディミアローグ。巨獣の巣立てれれば強いんですが、立てれなかった時は結構厳しいです。なので、神秘の論争を4投してあります。これでね、相手の、まあ、カウンター一発止めてあげて、巨獣の巣通して、無理無理通してあげましょう。5マナのタイミングですね。それまでは、取り除きは無常な行動とかで、まあ、除去とかカウンターとか使わせてから、巨獣の巣打ってあげるのが多分一番楽ですね。はい。まあ、冷めたい風とかが素焼きできた瞬間に、ディミアローグ対面結構楽になります。その辺はね、まあ、ローグに限らずなんですけど、巨獣の巣置いた後の次のターンに冷めたようで素置きするっていう動きはめちゃくちゃに強い動きです。これだけはしっかり覚えておきましょう。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。